こんにちは、筋肉料理人です。今日は鶏もも肉を使ったヘルシー照り焼きチキンを作ります。鶏もも肉の皮目の方からですね、厚手のフライパンで時間をかけて焼きます。そうすると、鶏肉の余分な脂がですね、もうすっきり抜けて、カロリーを大幅カット、たくさん食べても大丈夫な美味しい照り焼きチキンが作れます。それでは作っていきます。キャベツは千切りにしておきます。鶏もも肉の下処理をします。まずはこの皮がついている方ですね、包丁の先で突き刺していきます。こうすることで筋切りと、加熱した時にこの切れ目を入れたところから油が流れ出しやすくなります。そして身の方も、包丁の先でこうやって突き刺していきます。突き刺すときには、鶏もも肉のですね、この長手方向ですかね、この長い方がありますが、これに対して垂直に切ります。筋がこうまっすぐ入ってますので、まあ、こうやって切ることで、焼いた時の縮みが少なくなります。鶏もも肉に下味をつけます。塩を少し振ります。照り焼きですが、軽くですね、使用することで、出来上がりが随分美味しくなります。そして黒胡椒も振っておきます。照り焼きのタレを作ります。醤油です。みりんです。砂糖です。そして日本酒です。混ぜ合わせておきます。フライパンにサラダ油を入れます。そして火にかけます。フライパンが熱くなったら鶏もも肉を入れます。鶏もも肉の皮の方を下にして入れます。そしてジューッと音がしたら火を弱火にします。とろ火より少し強い弱火です。弱火にして15分から20分、皮がカリカリになるまで焼きます。その間肉は返しません。この料理は皮に時間をかけて熱を入れて、皮をカリカリにして油を出します。ですので、底が厚いフライパンを使った方が作りやすいです。15分焼きました。鶏の油がフライパンにかなり出ています。そして皮の方はだいぶ焼き目がついてきました。もうちょっとカリカリっとさせて、もっと油を出し切ってしまいます。火を少し強くします。火を強くして20分ほど焼きました。返してみます。皮が結構このカリカリになって、この皮から油が出て、その油がこんなにたくさん出ています。そしてこの出てきた油をキッチンペーパーで吸い取ります。この油を吸い取ることで、照り焼きのカロリーですね、カロリーを十分、カットすることができます。キッチンペーパーこれ1枚目です。2枚目、2枚でも吸い取りきれないぐらいの油が出ています。キッチンペーパー3枚目です。キッチンペーパー1枚でだいたい大さじ1の油を吸い取るので、キッチンペーパー3枚だと、大さじ3倍ですねの、油をカットできたことになります。照り焼きのタレを加えます。火を強くします。
タレを沸騰させながら、鶏もも肉と、なじませます。皮の方にもタレをなじませます。タレにとろみがついてきたらもう火を消します。あとは切って盛り付けます。照り焼きチキンを切ります。切るときには皮が剥がれやすいので皮を下にして切ると、皮が剥がれにくくていいと思います。最後に皮を切るときにカチッと、そしてこれを盛り付けます。照り焼きチキンを盛り付けます。キャベツのドレッシングの代わりにマヨネーズを添えます。彩りのミニトマトです。そしてフライパンに残った照り焼きのタレをかけます。鶏もも肉でヘルシー照り焼きチキンの完成です。鶏もも肉でヘルシー照り焼きチキン完成しました。それでは試食してみたいと思います。照り焼きのタレを絡めてですね、そしていただきます。うん、皮目をじっくり焼いて、余分な脂を落とした、鶏もも肉をですね、しっかりした噛み応えがあって、そして、旨味、味が濃厚ですね。でそれに、この甘辛いその照り焼きのタレが絡んですごい美味しいです。で味は濃厚なんですけれども、油が落ちてるからしつこくないですね。そこがなんかとても、いい感じに思いました。皆さん大好きな照り焼きチキンですが、普通に作るとやはりカロリーが気になると思います。今日の方法で作れば、皮の鶏もも肉の余分な脂ですね、それをしっかり落とせるので、ヘルシーに美味しく食べられます。鶏もも肉のヘルシー照り焼きチキン、ぜひお試しください。